鏡にコラボ配信アイコンタップ優先えっと、どっちかが受信リクエストをあ、じゃあ私が送っちゃえばいいのか。送っていい？え、もう多分送られてます、こっちに。あ、エレに？うん。あ、2回目消したあ、消しちゃった。あ、消しちゃった？あ、もう一回送ってもらおうぜ、エレに。あ、じゃあエレが送ったいですね。うん、まいちゃん。送信。来ましたか。ジン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 。なんかこれ。音がすごい。あ、まいちゃんだ。音はつけてます。コメントはお互いのさ、ところに来るって感じだよね。うん。すごい。面白いこれ。大丈夫ですか？どっちのコメントを見えたら面白い。やったー。これでできるかな。あ、すごい、なっとるなっとる。お、でもファンの人から見たらどうなんだろう。ハート。写メ会でさ、するよね。じゃあ、さ、秒でハート作れるからさ。はい。めっちゃ綺麗じゃない？ハートの、ハートのプロだと思う。綺麗。お互い。プロを極めてる。プロを極めてる、ハート。お、ハートなってるよ。やったー。上手でしょ？楽しかった。こうやってできるんだね。うん、やってみるとあれば、なんか、あんまスタッフが。嘘、結構面白いですね。ねえ。家とかだったらさ、面白そう。確かに、確かに。インスタライブの横番。横番。どっちがお姉さんですか？まいちゃんがお姉さんです。今どれくらい離れてるの？結構離れてます。反対側も見ます。おいしそう、ごめん。ありがとう。これは、あと、いっぱいあるから。食べてください。もう食べちゃった人がいるんじゃないですけど。もう一つはマネージャーさんに。マネージャーさんに。めっちゃ美味しくてさ。めっちゃ美味しくて。本当に美味しい。なんて読むんですかね、これ。みな。みんなさ、マネージャーさんが落とした。みな。フィナンシェ？フィナンシェ？フィナンシェ？フィナンシェらしいです。どこに行ってる？早くて食べちゃった。え？早っ。いや、美味しかった。皆さん、最大お風呂に入れなかった日数どれくらいですか？人生で。もう1個食べちゃった。早っ。あと5個ぐらい食べれる。美味しかった。2、3日かなって。2、3日？3日は結構じゃない？ 3 日ぐらいで。あ、インフルエンザの時、ああ、入るのかな。確かに確かに。昔。うん。しんどいですよね。入りたくても入れないから。自分がね、うん。ただ入りたくないだけなら別にいいんですけど。うんうんうん。入れないって。なるほどね。オラポ配信面白いね。さっきからさ、来た？ノーミーツの、そう、ノーミーツのトークが動いてる。右端のトークがどん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 来て、うん、上にして。通知、あ、あれですね、あの、既読つけなかった日数。返さなかった日数。いや、仕事、仕事違う。仕事はね、結構。結構ですかね。
でもプライベートだと本当になんか今さ返事返せないこととかあるじゃん、うん、いつの予定とか言われたもんね、うん、それは結構なんか家族とか遅いかもお姉ちゃん、そう、あまり遅くなっちゃう、でもなんか結構エルの周りの友達未読する人多くてね、そうなんだ、いないかも、全く友達早いから、うん、結構それに影響される、だから全然見ないよ、ないんだ、そう、だからもういいやなんで見ないの、それ結構大変だね、なんかこうめっちゃ話してる時は来たよね、でみんな2人ともさこうしとるのはもう完全にノーミーツこうやってしとる絶対一緒にはこうしたけんなんか2人でさ配信する時は思わんけどさ、うん、2人並んだらさ同じライン来たんやと思われる、確かになんか最後の最後でエレがうんとか言ったやつをずっと未読やったりするんですよ、会話続くけど未読するんだったら未記録してほしいね、そうそう絶対見てるやろ、そう なんでだろうみたいなで未読するだったら既読するの方がまだいい、あー確かにどちらかといえばね、既読する派やな、だってランプを来ないわけも考えなさい、愛のお仕置きはいつだって何も言わず無視することだって、不安はいい薬よ、無視することですって、 KSKSあ、そうか、これまいちゃんの方にも映ってるんだ、うん、そうか、映ってる、はじめまして、はじめまして、顔なんか一緒にいるみたいじゃないか確かに一緒にさ、並んで配信してるみたいじゃん、私も本当だ、なんか同じパッて見た人はさ、二人で配信してんのって思うし、これ顔をこう、こっちにしたらできるできる、インスタの半分がちょっと前髪さ、めっちゃ真ん中やってる人じゃないこれこっちかあとスクショできないんですか、あ、ちょっと引いてん、あ、エレが見ちゃうじゃん、あ、すごいえ、めっちゃ面白いんだけど、めっちゃやばいやん、この顔なんかさ、一緒にいるみたいじゃないか、確かに、垂れかかってるって言ってる、エルタギどっちゃ見とるんこれ二人でいるみたいですよね、背景一緒だから、あ、なんかスクショした前は一緒にいる感じで、コラボじゃない感じで、いるんですけどね離れてるので、離れてますって、見つめ合ってって一人でさ、なんかどうぞどうぞ
ペアのダンスとかできそう。あ、確かに。ね。何ですか。やったことない？うん。大川とかだと。はい。そっか。ないかないかの下見るやつ。これ、あ、春がやってくるまで消えないで、苦しでこの懐かしい。あ、すごい。これ一緒にいるからできますね。ね、確かに。気づいてくれたならいいよ。いいね。懐かしくない？新目でやってるから。懐かしい。コメントを取った。なんか腐って、冷静なコメント来た。やめて。やめて、冷静になんないで。え、マジで手元もやったことある。あらあらあら、そうなんだ。言ってた、めっちゃ言ってた、私多分アンダーじゃないけど。へ、言ってた、やったことない。え、そうなの、やってそうなのに。今だったら絶対やってるよね。アキちゃんとやってそう。あー、あとニカちゃんやってそう。めっちゃやってた。え、誰と言ってたの？私は、なんかマドちゃんポジだったから、シナモンさんとかってやること多かったかな。シナモンちゃん、確かにシナモンさんのイメージ。ね、なっちゃんとはやったことない、全然。なんか誰かといつもやった。最近はカボチャ好きですか？最近好きになりました。南にウリって書く。で、今日ナンバだからね。なんでイルカは？イルカは忘れた？豚みたいな感じだった。あ、そう、海に豚が。あ、海豚？海豚。イルカ。フナ。あ、魚につく。魚がつくって書いてフナ。難しかったよね。でも、旅行の人いるのかな。みんな携帯の変換でやってるでしょ。そうそう。あ、海の豚で、海豚。そうなんだ。勉強になりました。今日の難かったって、そうですね。明日もあるので、皆さんぜひ見てください。見てください。そろそろお時間ですかね。あ、15分、あ、そうか、15分という間ですね。ありがとうございました。ありがとうございます。皆さん本当にありがとうございました。皆さん今日どんな一日でしたか。マリちゃんに言われて、ありがとうございました。ありがとうございます。楽しかった。楽しかったです。またねー。バイバーイ。来てください。これはもう切っちゃった。